的に前に出てシュートチャンスを狙うんだ。翼、家西さとチャービがボールを回しながら少しずつ相手ゴールへ詰めていく。その場しのぎの連携で俺たちを翻弄できると思ったら大間違いだ。甘いぞユニスタ。鋭いスライディングでイエニスタからボールを奪った。そしてファーゴ、ゼダンへとボールがつながれる。カタルーニャ、この速攻に手も足も出ない。チャービが二人がかりで崩そうとするも、ゼダンからナトゥレーザへのパスを止めることができない。ナトゥレーザ、この試合2点目となるか。ビカさん、ナトゥレーザの後ろにビーカムがつけていた。ナトゥレーザにマークが集中してビーカムは全くフリーだ。ゴール！ビーカム、勝ち越しとなる鮮やかなシュートだ。シュートを止めた時に何か。いや違う、それより前から体に違和感はあったんだ。ずっと気づかないようにしていただけで。気にしちゃダメだ、今は試合に集中しないと。逆転されたカタルーニャ、残り時間とにかく攻めるしかありません。しかしマドリードブランコが鉄壁の守りを見せてカタルーニャの攻撃をゴールに寄せつけない。この試合にリバウルさんからチームを任されているんだ。絶対に負けられないんだ。あっと、ナトゥレーザが翼からあっさりとボールを奪った。
をぼーっとしてるんだよ翼。そんなんじゃ面白くないだろ。ナトゥレーザー単身カタルーニャゴールへと猛ダッシュ。もはや誰も止めることができない。決まった。これで3対1、マドリードブランコに大きな追加点が入りました。ここでカタルーニャ選手交代です。エースリバウールの投入だ。スタジアムは騒然としています。無理もありません。昨シーズンのエルクラシコ、リバウール投入から大逆転勝利につながったことを両チームのサポーターは覚えています。リバウルさん、そうだ、リバウルさんがいてくれれば。リバウールの勝つで目が覚めたのか、先ほどよりも動きにキレが出始めたカタルーニャ。そうだ、リバウールさんにばかり頼ってちゃいられない。はい、リバウールさん。カタルーニャ2羽の鷹がマドリードブランコのゴールを襲う。昨シーズンでのゴールの再現となるか。決めさせるか。行くぞ。はい。行くぞ。ラムズ、渾身のブロックで得点を許さない。チャービ、イエニスタ、ラムズからボールを奪う。奪ったボールを再び翼に託した。翼、サイドシュートを狙いに行く。やっぱり体が思うように動かない。な感覚は初めてだ。
時間がない。集中するあまり後ろにつけていたマドリッチにボールを奪われた。そのままボールはマドリッチから前線でまずビーカムへ渡る。ゼダンに華麗なパス。さらにフリー状態のナトゥレーザへつないだ。そしてここで試合終了のホイッスルだ。勝った。俺が翼に勝ったんだ。負けた。俺たちがカタルーニャが。カタルーニャ、マドリードブランコに歴史的惨敗です。立ち尽くす大空翼、カタルーニャの選手たちはその場を動くことができません。